気づいてるよ、気づいてるよ、気づいてるよ。気づいてない気づいてない配信だと思った今さすがにね、さすがに大丈夫、ご安心よ。どう、声遠い？大丈夫？見て、何これ、何これ、これ何これ何、こっち大丈夫？あ、こっち大丈夫なんだ。さっきね、こっちもなってたんだ。何これ、ちょっとしまいますね。オッケーオッケー。あー、え、え、靴ぶかぶかな、本当？やったー、嬉しい嬉しい、ありがとう。持ち歩いてね、毎朝おはようしてね、約束だよ。よし、オーケーオッケー。あれあれしまえてない。そう、今日ね12時50分、ギリギリじゃない、それめっちゃギリギリ、最後の最後まで悩んだんでしょやったね。今日はですね、お祭りをやると思わせといての、思いきやの、じゃじゃーん。買ってきました。すいませんね、なんかあの鉄テープついてましてね、ギリギリまでならないんだだと思った。ちょっとじゅっちゃんこれ買ってきましたですね、はい。ちょっとお手手が痛いね、指のここが痛いね、なんどうしただこれ、そう自分もびっくりしてそうなの、スーパー行ったらお菓子コーナーにちょっと混じってて、ちょっとごめんなさいね、こんなのちょっと本当に、はい、ちょっと今から幼虫を育てていこうかなと思います。でもね、味は可愛いよ、ヨーグルトソーダとこの白い部分がヨーグルトソーダなんだって。で、これがコーラらしいからちょっと作ってこうかなって思うんですけど、大丈夫ですか皆さん。でもこれちょっとなんかね、20分ぐらいね冷やさなきゃいけないみたいで、作って終わりになるかな、どうなんだろう。20分だったら今さ作ってしまって冷蔵庫入れてきたら大丈夫かな、ね、安心しても食べるこんばんは。それ食べるの、食べるよ、だって本物じゃないもん、形下だから大丈夫。それもさ、私はね別にこれの容器が欲しかったの、そう、容器が欲しくて、可愛いでしょ容器は、ここちょっと点々ついててさね味はね、味はね、ヨーグルトソーダ。番組みたいに冷やしてないんだよね。え、カブトムシ好き？昔よく捕まえてたよ、ちゃんと育ててた、クワガタとかね。え、ハート割れてる、ハートつなげてよ。確かにね、確かに。え、音符ありがとうございます。え、じゃあ明日する？今日喋り倒す？別にいいけど確かにね、イベントね、そうなんですね、そうなんですねじゃない、そうなんですよ、明日からなんですよ。だからちょっとそこのいつもの固定のコメントもちょっと変えてみました。ごじってないから大丈夫かな、心配だけど。じゃあこれちょっと明日にしようかねじゃあ今日何する、今日何する、明日、明日って言っちゃった、明日にしようかね、ね、
明日一緒に作ろうね。じゃあ明日からですので、今日本当に一日眠かった。カブトムシ、じゃあ明日のお楽しみってことはさね、明日のお楽しみってことはみんな楽しみでさ、仕方なくて寝れないんじゃないのね、いいねいいね、このジェラシーって感じで開けちゃったから。でもあの粉だからね、粉だからそう大丈夫だよ多分8時間くらい十分だよ十分寝てる、それ十分寝れてますよみんな最高で何時間寝たことあるの。ちょっとさ、ちょっと待ってて、誕生日おめでとう、ありがとう。どう、私のとこ来てナナに怒られた、大丈夫そう誕生日ね、なりましたね、休時間があるから。そうなんだから、配信で作って初っ端にね作ってがいいかもだね。最近3時間私より寝てないよ。ねえ待って、ねえ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 、ちょっと待って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 、え、なんかさ、なんかさ、前髪さんっていう人増えてない？気のせい？なんか前髪さん増えてない？気のせいかな、うん、気のせいだよね。お出迎えで怒られたら、しっかり怒られてんの、ウケる私はね、言ってないよ、ちなみにナナに何も。あ、面白いわ、気のせい、気のせいだね、うん、うん、前髪さん統一…怒るよあって、でもさ、さ、一番なんかね、思ったのが、前髪さんってどこから来たぐらいだっけ。私が美容室行って、あのセンター分けだったのに、しばらく前髪作って、あーやばい前髪重くなったって言い訳してる時だっけね。いいよ、じゃあそれを今度言ってね今度私がいつか出るステージで叫んでね。それをさ、誰よりもでかい声で言える自信あるみんなでさ、裏でさ、合わせてたら面白いよね。私、うん、私が叫ぶんですよ、たかしみたいに。確かにちょっと嫌ね。たかしはまださ、高島のたかしでしょでもさ、な、ダメだよね、磯丸に怒られる覚悟が怒られろ怒られろあー面白いね。磯丸の次に好きなのが私ってことでいい違うんかな。あ、そうだと思ってたよ、高島のね、でしょ。え、声自信あり、よし任せた。じゃあハラちゃんと私が出る日に叫んでね。でもさ、私のいいことも読んで、ハラちゃんのことを読んだらどうする4期は平等なのね。そうだよ、みんなにね、愛をちゃんと分けないとね、みんな怒っちゃうよ。4期重たい彼女ばっかり私はなぎちゃんに怒られる、なぎちゃんが好きなのね。はい、呼んでくれる子全員好きはらちゃんに、え、はらちゃんに認知されてんの、いいなあ。あ、ちなみに私はらちゃんと今連絡取ってます。はらちゃんと LINE してるよ。ヤンキー個性出してきたな、確かに。あ、大丈夫大丈夫、言わない言わない。はらちゃんとはね、
何のお話するかって言ったらね、世間話ですね。ジュナリンチさ、あれだよ、あの配信とかメールだったらわかるけど、顔がねまだね、オタクがおたおた、ちょい待ちよ。そうですよ、磯丸とアンナちゃんとメリーちゃん、ヒロカッピしか名前、マジで私まだだね。じゃあ私そんなにね、みんなにね会ってないからね。そうそう、会いたいんだよね。NGT はまだよくわかんない。どこが好きなの？4期生の子の配信、他の子見に行ったりした？あ、遊びに来たって。お仕事が終わったのかな？お疲れ様ですね。今日のメール届いたよ。そうだよね、だと思うわ。だって私大体さ、お見送りナナの横にいるからさね。じゃあ今度気づくね、ナナが「あっ！」って言ったら私がこう耳澄ましとく。うん、当たり前でしょそりゃ。私が出るときね、私のうちわでしょ。何、ハラちゃんと私どっち振る？究極の選択じゃないのそれ。どうする？じゃあ私に会ったのはいつ？いつ会った？最後スプリングか。その日？その日が初めてしたかな。なのちゃんもいない。あ、その名前で呼ばないんだ。そうなん？なんかわかる合図ないの？やっぱさ、そっちから話しかけてもらおうかな。単押しじゃないとダメですか？いや、単押しじゃなくても嬉しいけど、単押しって言ってくれたらマジで嬉しいよ。好きのその倍好き。あ、ちょい待ちね。あ、こんばんじゅっちゃんだって。こんばんは。なんか揃い始めたんじゃないな。私のこと楽しいって言ってくれる人いますか？あ、みんな待ってね。今もともと、あ、そうなの。あおいちゃんのルーム行ったことある。あおちゃん4期の、あおちゃん赤ちゃんで可愛かったでしょ。前髪さんって読んだら多分私勘違いしちゃうかも。自分の名前名乗ろう。じゃ決めた、自分の名前名乗って。前髪さんって言っちゃダメ。前髪さんって言ってる人はもう決まってるから、前髪さん枠もう埋まってるから、自分の名前名乗って絶対わかるから。前髪さん、前髪さんっていっぱい言われたら誰が出るだかわからなくなっちゃう。配信中でここにいるのね。来た途端に重い質問。そうなんですよ、はい、そうなんですよ。でもさ、平等に愛分けてるでしょね、スイスイさんとね。コメント欄が DD 軍団。だってね、楽しいって言ってよ、楽しいって。嘘つかないでね。劇場で泣いた前髪さんが、あ、じゃあその日が初めましてか。そっか、嫌な初めましてだね。嬉しいね。あ、わかる、オッケー。それは恥ずかしいですよ。なんでだよ、前髪さん枠でしょ。
ヒロカッピも始めたのにここに、じゃあずっとここにいてくださいね。おもんのがいいんか、そうかそうか。今日誕生日です、おめでとう。何歳になったのって聞かない方がいいよね。あの時ってなんで泣いたの？あの時はね、なんかね、記事になってたよ私の。じいちゃんにも見てほしかったなっていう思い出だよ。雰囲気ね。私ね、意外とめっちゃ泣くけど、4期がめっちゃ泣き虫だから、自分は冷静を保たなきゃってなって泣いてないかも。ここ楽しそうだからいろいろ集まってくる。確かに楽しい。ほんとみんな本当にさ、配信面白いよとか言ってくれるからめっちゃ嬉しいよ。あ、30歳ぴったし。おお、いいねいいね、言いやすいじゃん。30でしょ、佐藤。多分違う。私数字当てはめる苦手かもしれない。おめでとうだね、みんなおめでとうで。確かにね、泣いた時はこんなキャラだとは思わなかったよね。このキャラだかもって思った人いる？ちょっと心の底で。顔広めの初日と周年と前座と何回かあってますね。最初の頃は磯丸とよく間違えてた。でもよくまだ似とるって言われてるよね。何じゅっちゃん泣かせたいなって本当に。え、私でもそうだね、私めっちゃ泣くことは4期のところではないかもしれないね。私はね、隠れてひそひそ泣くタイプ。嘘、その場から一旦出るかも。18になったから免許取っても乗れないからね。でも取りたいと思ってるよ。まあ時間があったらちょくちょく通いながらかなって思ってる。まあまあ持ってたらもう損はないからね、いつか乗るからね。そう、私ね、車の免許も欲しいんだけどね、ちょっとね、まあもうみんなに反対されてるんだけど、バイクの免許を取りたくってですね。はい、かっこよくない？アイドルがバイクとか、まあまあ取りたいなっていう願望なだけで、ね、別に取るとは決まってないんですけど、まあパパとママがダメというのでね。あ、見て見て、お披露目の時のさ、お披露目じゃない、周年公演の時の髪型に似てない？ここのお団子なんか意外と髪縛ってる方がみんなからの好評なんだよね。たまにぶっ壊れるのが楽しい。そうだよ、毎日ぶっ壊れてないもん。毎日だったらちょっとだよね。どうしたって。劇場のガチャガチャもじゃあ、じゃあ秘密にしといてあげるや。え、似てる？どこの辺が、どこの辺がって言っちゃった。どの辺が似てる？なんか嬉しいんだけど。こんばんは。ギャルキャラ。ああ、免許やなくない？マリ、タクシーたくさん。確かに新潟駅ってさ、新潟駅じゃなきゃ、新潟に入ったらもうどこ見てもタクシーばっかりで、めっちゃびっくりした。あ、バスも多いしね、バスタクシーって感じかな。みんな本当に新潟の人ってそんな2つで移動してんの？私まあ新潟の電車に乗ったことなくて。そうなの、一回乗ってみたい。長岡行こうかな、原ちゃんについてこうかな、長岡花火とかね。
ね、いいでしょ。ミニスカートがかっこいい。ミニスカね、好きだよ。答え。マイク女子かっこいいでしょ。レディース尊重説どうでしょう。バイクの運転は想像できない。確かにね、一家に一台。新潟でも、新潟も富山と一緒であれなんでしょ。ねえねえ、車持ってないとね、不便だよね。ねえ、だと思うよ。ハラちゃんの話言わん方、言わん方がいいでしょ。まあ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 長岡はね、長岡花火行きたいの。そう、なんかね、学校の子にも長岡出身だよって、あ、引っ越してきた子がいるんだけど、そう、長岡花火どうって聞いたら、めっちゃいいよって言ってて、そう、今年行けたら行きたいね。てか、そう、出演できるかな、できたらしたいよね。機会があればいいです。ポニーテールにする？ポニーテールあんまみんなに見せないよね、私。どう？うん、新潟いっぱい乗り物あるよ。いいと思う、本当に。行ってくれたら車出すよ、本当。じゃあみんな迎えに来て。ホランワーズさんまだ行けてなくて、そう、今度あの、そう、なんていうの、家族でバッて来たらさ、さすがにみんなでお塩行けなかったから、そう、だから今度パパだけで来たりとかした時に少人数でね、行こうかなと思ってる。そう、いつもね、気になるんだ。ちょっとマシモカホって書いてあるの。マシーさんに似て、喋り方かな。多分顔では100ないと思うから。そう、ずっと、ずっと今までさ、なんでリアクションしようかなと思ってたけど、さすがにね、もうね、呼んでみた。どうね、自家用の部屋。あ、ごめん。車って言った人ごめん。車って言った人ごめん。私ヘリ乗りたい。え、そう、富山路面電車ある。そうなんです、そうなの。みんな富山聞きな。そうだよ、道、街中走ってんだよ、電車。線路の上歩けちゃうよ、一瞬だけ。みんなさ、ある？踏切。あ、コマは可愛い、面白いよね。白いヘルメットで、白いヘルメットかぶってチャリで行く。面白い。あ、見て前髪。ちっちゃんとココちゃんと。いや、でもこの前行ったらね、さすがにね、いろんな人に会っちゃうかなと思って。わかんないけど、でも今度行く。今度今度って言っちゃってるね。でも本当にあの、そう、あの日は本当に家族で来てたから、で、そう、い、あの、帰った時も用事があったから、そう、そんなに帰りの日は新潟にいなくて、だからね、今度です。白いヘルメットかぶってチャリで行くは読んだから、ここからだね。話し方とか、そうか、そうか、ヘリ落ちるよ、ダメ。じゃあチャリ優勝。ね、昔あったんだね。そう、よくこの前聞いたよね。そうなんですね、そうなんですね、じゃあそうなんですよだわ。そうそうそう、そうなんです、ね、私ね、路面電車の乗り方を分かってなくて、昔こっち行き、こっち行きがあるんだけど、全部一緒だと思ってたから、こっち行きたいのにこっち行き乗っちゃって困った時があったね。
会社のガチヘルメットかぶって劇場行くねそれ現場連れてかれるじゃん。今日食べてない、あ、ごめん食べた、嘘ついたさっきオムライス食べた昔仕事で富山行ったことある？もう来ないの富山あ、私が乗ったやつだね。映画館に行きたかったのにおもちゃ屋さんの方に向かっちゃったのって言ってもね、多分富山の人しか分かんないと思う劇場の工事関係者でした。あれあれ本当かいなめっちゃさ、それだったらテンション上がるくない？ちょっとさ、みんなさ待っててって言っていい？ケチャップでハート書いて、私ね今日食べたオムライスね、お家のじゃないんだ、お店のオムライスなんだ。今度紹介するね、どこのオムライスか。ちょっと1、2ヶ月後にふとした瞬間言おうかな遅すぎ。このさ青色のさ、これなんだと思う？これなんだと思う？これなんだと思う？ハンモックです。ハンモックの片付けて布布をお尻に引いてます。ちょっとあったかいんだよねこれ、ちょっと布団みたいな、結構あったかい。だからこれ今ね足にかけてるよ布。どこで使う？これ意外と良くて、そう、家の室内でも使えるし、まあどっかキャンプ行った時とかに、まだうちキャンプね行ったことないからみゆみゆさんに教えていただきたいんですけど、私は一回やってみたくて、キャンプめっちゃ初心者だから教えてもらいたいんですけど、これ森とか行った時に木とかに引っ掛けられるようにもなってて、そういいんですよ。ベランダじゃないよ、部屋の中おー、音もいい、ホタルイカ取れそうだね。網だよこれ、めっちゃでかいからね、スケコーデ流行ってるから。あ、いいね、確かに確かに確かに、水色のスケコーデでどうねえねえ、ちょっと待って、身長低いこと足短いって言ってくる。ねえちょっとちょっと、ねえちょっと、みんなちょっとねえねえこれなん、ねえナビじゃないよあ、足が短いだってさ、本当にもうやっぱ妹に引っ張ってもらわんな目が大きすぎて蚊が入ってきそう。嘘、入るかな。でもチャリとか夜越えてたらさ、顔に虫飛んでくるよね。あのちっちゃいやつ、あのちっちゃいやつってさ、あの地域によってさ名前が違うの、わかる？わかるかな。公園の電気の近くに集まる虫っていうの、わわ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 ってしてるやつ。そう、みんななんて呼んでる、あの虫のこと。身長に対するひれ、そうよ、実はちゃんと伝えないとね。そうだよ、多分ね虫はね関係ないかもしれない、わかんないけど、どうでしょう、みんな多分虫は一回は入ったことあるんじゃない、目に。虫じゃなくてもゴミとか、確かにね。ねえそんなこと言わないで。え？単車だとカブトムシが刺さるの？それ捕まえられちゃうじゃん。お家で育てよ。
根に持つかもしんないそれ。ちっちゃん可愛いからみんな寄ってくるよ、褒めてるの分かってるよ、可愛いから本当嬉しい、ありがとう。言ったなって私言ったなそれ圧かけてる、それさ怒ってほしいんでしょ、怒ってほしいんでしょ、会った時にね。ねえそんなこと言わないで、なんでそんなさ、ちゅーちゃんが店頭で当たり、我々はそんなじゃないよ、違うよもう違うよみんなそんなこと言わないで、ねえって、2号あの私オフラインでその言ったなーの圧をかけましたね、誰かに。さあさあ、私は誰か覚えてるよ最近ね何人か認知し始めたんだよね、最近じゃないけど結構前から認知してるけどそう、顔を見たのは初めてだったから。あ、いい言い方だねそれ、ジュナは僕の太陽、あ、それいい言い方もうでも、もう言っちゃったね、圧かけられた人はーいって言ってみいるかなまだあ、嫌だったらはーいってしなくてもいいよ、全然隠しときなあ、言ってくれたそうなんですよ、はいいね、ちょっとさあっちに取りに行きたいものがあるんだ、でもねやめようかなと思ったりしてみたりちょっと待っててよ、じゃあ10秒15秒ほど待ってて、いい、待ってて、ミュートにしてもいいですか、しますね。ごめん、ミュートに喋ってたお誕生日ミュートポストは見ました、全部全部見ました、ありがとうございます本当に。ちょっとそこで一旦ストップする。さ、オッケー、よし、ちょっと持ってきてもらいました、よいしょ。みんなさ、私の充電今何パーセントか分かってる？静かだった、シーンってしてた？オッケー、ただいまー、32、違う、全然違う、半、そのもうちょっと 20% だから、一回配信切れなかったら大丈夫でも7時50分から始めたから 10% なるまでやるか、じゃあそれだとあれかな、まずいかな、26だ分だから、いや 20% なんだ、いやあれなの、この今配信してるスマホが
機種変したばかりでちょっとあまりね充電しながら触りたくなくってでね、そんなねこっちの事情なんですけど、本当にちょっと大事にしたいなと思って。どうしますか。あ、ちょっと待って、みんなにマウント取ろう、言いたいんだった。じゃあもうちょっとするわ。何分かな、あと10分ぐらいかな。最初は大事にするよねとか言うな。だってでも最初だけでも大事にしたいじゃん。ちょっとマウントさせてもらいます。じゃーん、これゆあちゃんに見せました。ハウチュンさんのもらったんです。これ4機で持ってるの私だけなんですよ。あと私ね、あのポケモンのビッパが好きで、ビッパのカードをずっと持ち歩いてます。あとはあの私の好きな服のブランドのステッカーとですねをスマホの裏に挟んでました、ずっと。はい、そんな感じですね。あ、これを見せた方のためにです。あとはあのあれなんですよ、あの初めて先輩と写真やっと撮れた嬉しさで、このちょっと待ってね。ちょっと待ってね、ちょい待ちよ、見せたいんだけど、画面見せたいんだけどちょっと待ってね、画面のシール外すね。ちょっとあまり綺麗ではなかったから外したよ。ほら、じゃーん、わかる？先輩と初めて撮った嬉しさでねしました。ほら、あ、怪我しないで、ね、優しいね。マッシーさんとミュウミュウさんとルアさんです。ちょっとね、でもね最近 いっぱい写真増えたから、そろそろまたねホームが変えたいなって思ってる。はい、そんな感じ。そんな感じですね。ゆうはさんとは撮ったよ、撮ったけど、ゆうはさんのスマホに入ってるかもしれないから、私ちょっと探してみようか。上がってた？あ、じゃあやっぱユーハさんだけ持ってるわ。4期ではね、私が一番ちっちゃいよ。あとはね、何の写真あるかな。ちょっと今マウント大会してるからごめんね。これはね、多分チャットにも載せたことある、花江さんとのツーショットとかかな。まあ日向さんとねハグしているものとか。あの緊張しすぎて、日向さんの隣に行くのに、そう、匂い嗅ぐ間もなかった。みゆみゆさんはさ、いい匂いだよって言ってハグしてるからねってしたけど。そうなんですよね。あとね、何マウント取ろうかな、あるかな、ないかもしれないな。私ね意外とね
自分から誘えなくて本当に本当に勇気出してやっとやっと誘えたのがさっきの3枚だから、そうちょっと緊張しちゃうよね先輩に誘うのって。わかる？やっぱそう？あ、インナーカラーのあるよ花火。あ、でもね顔つってないけど、オーディション時のやつじゃないな。オーディションの染めたばっかりの時に行った花火大会のお写真がある。スイスイさんとの写真こわばってたら面白い。気づかれてた。緊張してたんだよ。あ、花江さんは昨日載せてくれたんだ。嬉しい嬉しい。いやー撮ってくださいって言いたいんだけど、この辺まで出るのね。でもここからが、ここからが出ないの。めっちゃ面白かった。そんなこと言わないで、緊張してるの。もう声かけただけでドキドキなんだから。本当だよ。めっちゃ緊張してるのよ。これかな。本当にちょっと待ってね、これ画面明るくした方が映んないよね、はい、あっちの。よしじゃーん。あ、ダメだ。あ、映ってない。大丈夫。じゃーん。見えないね。やめよう。なんかね、あっち映りそうで怖いんだよね。ちょっと一旦お試ししてみる。映ってる？ほらほら、わかる？何やってんだよって感じだよね。え、違うの、画面真っ暗にしてもいいんだけど、あっちが全部、あっちが全部映っちゃうのがちょっとダメだから。そう、どうしようかなって感じ。あ、こうすれば映んないかな。ほら、金見えるでしょ。金に白色のリボンに黒色。私が平気じゃないよ。私は見せたくないよ。かな。そうだね、後ろ姿。あ、これ、この写真さ、誰か撮ってくださった記憶ないかな。私ね、写真撮ってくださいってお願いしたんだよね、このオーディションに向かってる時に。誰かこの写真、この写真撮った覚えはござらぬか。ちょい待ちよね、ちょい待ち。このお写真よ、撮った記憶ある人いませんか？これね、誰のファンの方か分かんないけどお願いしたんだ。あの、撮ってもらえますかってお願いしたの。ちょっとごめんね、目つぶってるので。そう、毎回毎回劇場の前行って手合わせた。受かりますように、受かりますように、受かりますようにって。あ、そうそう、七夕の短冊の時、そう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 、そうなんですよ、受かりますように、受かりますようにってずっとお願いしてた時なんですよね。これかな、わかるの。最後だよ。え、はるちゅうさんいるの？あ、見せます。さっきあのマウント取ってました。お話ししてたんですよ、みんなに。はるちゅんさんの生誕のこれを見せて、
自慢してました。あとは今はですね、あのね、あれなんですよ、インナーの時のインナーカラーを探してて、染めてた時の、じゃん、あ、お部屋映って、まあ、こんな感じですかね。はい、まあこんな感じでございまして、そうなんですよ、はるちゅんさんの皆さんに見せてました。めっちゃさ、すごくない？これ自分で作ったんだって。このさ、技術をさ、自分も教えていただきたい。うん、これでいった。もうインナー入れないかな、しばらくは。まあ、昇格したらだよね、次入れれるとしたら、じゃない？それかさ、本当に特別のお仕事が入らない限り、インナーとか髪染めはなさそうだよね。でも次の壁車の話をもうメンバーとしてて、そう、何にしようかなっていう感じなんですけど、次は今ハーフアップちょっと、ね、寝かせ気味だから、ここでハーフアップしちゃおうかなとかも考えたりもしてるし、もうね、ポニーテールにしちゃおうかなとか思ったりもしたり、このぐらい高くだけどね。私がね、あれだよ、でも私のさ、前座とかの、あと壁車のこのここの巻きの仕方は、ここの触覚どういう巻き方するって聞かれるんだけど、いつも、あ、ユーハサ巻きでっていうの。そしたら大体伝わる。あ、ああいうやつねってやってくれる。あの巻き方が自分でできないんだよ。どんだけやってもクシャッってなる、クシャッって。あとは、まあ、耳毛もね作ったから、そう、この前の4期生イベントの時は本当にいい感じで巻いてもらえて、そう、ユーハサ巻きではなかったんだけどね、こんな感じ、 S 字につながる感じでめっちゃ良かったです。しょ、耳出し好き、マジ。ツインテールキャラいないか、今確かに、なんかメリーがツインテールするって言ってたんだけどね、母ツインになっちゃったからね。可愛いよね、2つって。私ここでさ、ツインテールしちゃおうか。でもストレートっていうの考えたらちょっとね、あれだよね。でも一時期してたわ、こういうことでしょ、みんな言ってるの。で、4期生みんなポニーにすんの、それもうめっちゃ裏切り行為やん。みんな、いいよ、ツインテールしよう、ツインテールしようからのみんなポニーなんでしょ、撮るときになったら。私ショートはしないかもだね。ショートはする予定ないな、似合わないから。こっち上がんねえ。上がらないわ、上がらないわ。まあ、こんな感じかな、こんな。ちょっと紙ゴムない？紙ゴム誰か持っていませんか？ないね、ないね、紙ゴムないね、ないね。ちょっと探してるけど全然目に当たらないわ。誰に聞いてるの？独り言。独り言ね、めっちゃ多いんです。カバンにはないのよね、ここのカバンには。いつものカバンじゃなくて残念。でもさ、配信始めた瞬間さ、めっちゃ高めのツインだったらみんなびっくりするでしょ。なんで？なんで言ったなが好きなの？
そしてここで通院したらみんなスクショしするんでしょ。分かってるよ。ツインテールが似合う顔してる？大丈夫？ねえ、なんで一回そっと画面閉じるの？あ、確かにイベント、あ、分かった、ちょっと待って、こっちからしたらいいんだな。もう可愛い子キャラで行くからさ、ごめんね、可愛い子キャラで行きたいんだ。なんでだよ、見間違いじゃないよ、私だよ。あ、ダメだね、私ね、でも意外とポニーテール好きって言われるから、高めのポニーテールで前髪パッツンで、それが結構周りからはいいって言われるよ。ポニーテールしたら釣り目が余計分かりやすくなる。分かる？引っ張られてる。くしがないとやっぱりだね、あれだね、ツインテール気が向いたら今度してあげるよ。こんな感じかな。目あ、あ、目のあたりが似てるって言いたいのね。こんな感じどうですか。ちょっと分け目が失敗したんですけど、こんな感じですね。ポニーテールしたら私は結構高くない？あ、でもありだよね、ポニーテールも。でも長時間ここつられてるって考えたらちょっと考えどころだけど、悪くないね。離しまーす。さあ、よいしょ。下ろしはダメだね、ごめんよ。ちょっと充電 10% になっちゃったからさ、それもちょうどもうそろ9時なのでね、ちょっとケーキ食べてきますわ私。じゃあまたあのチャットとかに送りますね、待っててね、メールも送るから。壇上読みいたします。なんかね、私ね、あれなんだよね、ほんとちゃんとだいたい1日に2回はメールちゃんと送ろうと思って送ってるのね。でもなんだろう、私は G メールで送ってるんだけど、 G メールで自分は送って送信済みになるのに、そのメールのサイトっていうの、そうサイトが反応してなくて送れてない時があるから、そうだからね、届いてない日はそうだと思った方がいいと思う。で、何時以降送っちゃいけないとかがあるからね。じゃあ13位から読んでいきたいと思います。いきます。13位、ゆきくらぐさん、ありがとうございます。画面が揺れる。腕叩いちゃダメだ。12位、もやしんさん、ありがとうございます。1位、ボンダカカハさん、ありがとうございます。10位、ハイハイさん、ありがとうございます。9位、リョータさん、ありがとうございます。8位、ストーンさん、ありがとうございます。7位、バッカさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。6位、カルボンナーラさん、ありがとうございます。パチ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 。5位、電気ビリビリさん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位、坂
高修さんありがとうございます。3位、パンダのテオさんありがとうございます。パチ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 。2位、カズさんありがとうございます。1位、ミッチーさんありがとうございます。皆さんありがとうございましたね。明日からイベントだから皆さんお待ちしております。よかったら応援よろしくお願いします。そうですね、明日から上位ね、上位本当に上位だけだからと皆さんの応援が必要かもです。今日はありがとうございました。今日ね2回できてよかった。本当に朝ね夕方できるか分かんないって言ってたからね。そう、明日もできたらいいなと思ってます。じゃあ明日はそうだな、朝は6時半からで考えてます。多分これは決定してる、6時半から。夜はちょっとまだ決まってないからまた設定しとくかメールでとか決めます。じゃあ皆さんありがとうございました。またね、明日ねおやすみ。一瞬の縮小タイムしておやすみなさい。